はい、どうも、お疲れ様です。K チャンネル K ちゃんです。えー、今回はこちらに輝げてある、や、やひこけいりん G1、えと、ー、もう一人、ひじん脳の決勝予想を行っていきたいと思いまーす。はい、まずは、えー、これです。えー、金庫コンビなら、ということで、1551、古書、脇元のいつものコンビ、金木コンビからの急なし、全、えー、おそらく、えたる先は残りません、ということで、えー、念願っております。 から、えー、故障あと、軍事からの、えー、急なし前、善、えー。または、えー、脇元不発だった場合、えー、また、手先がブロックされた場合の、えー、に、なし、または、五なしの前からの四。か、二、えー、からの前前、えー、急なしということで、えー、やっております、えー。ボックスにするなら1、一、二、三、五の頭を持って、えー、穴は、二着、三着に六番。 または4番、小原を入れてみたらいいかなとは思っております。えー、タイトルがね、えー、古生とか軍事とかも取ってるんですけども、えー、ま新、あ、山がね、今ちょっとランキング的にはちょっと微妙なあたりにはいてるので、まあ正直ちょっと微妙な感じはするんですけど、まあ、それでも、まあこれで川端まくってきたらさすがにすごいなと思ってるんですけど、 え、まあね、ピスト6の方でもね、えー、今連勝中なんで、ちょっと、2着目には入れておきたいなと私的には思っております。なので、えー、明日、また、満車券が、本戦なら多分満車券は出ると思いがたいですけど、まあ、とりあえずこんな感じでできたと思います。えー、それでは、えー、明日の、決勝に向きで、頑張りましょう。以上、K チャンネルいちゃんでした。じゃあねー。